町を優しい町、障害のある方やご高齢の方にも優しい町に、この町を強い町に、災害や雪にも強い町に、そしてこの町を輝く町に、森を海を川をもっと輝く町にしなければいけない。現市政8年間何が前に進んだでしょうか。この町にはやるべきことがたくさんあります。青森再生、青森を前に進めたい。大人たちが前を向く、子どもたちが未来を語る、そういう町に、新しいことにチャレンジする、リーダーシップを発揮する、そういう町に、ふるさと青森が、皆さんお住まいのこの町がならなければいけない。その先頭に立ちたい。この思い一心で20年勤めた仕事を投げ打って、ふるさと青森に帰ってまいりました。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。戻るところはありません。前に進むしかありません。でも青森市も同じです。後ろ向きの議論をしている今はありません。青森市は、ありがとうございます。頑張ります。青森市は県都です。リーダーシップを取るべき場所です。ところがどうですか。後始末の議論をしていませんか。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。お金がないのは皆同じです。弘前、八戸、五所川原、六つ、函館に至るまで。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。前に進んでいます。頭を使って、足を使って、前に進んでいます。この町には住み残しの課題がたくさんあります。仕事がなければ人は残らない、人がなければ町は残らない。この町にはやるべきことがたくさんあります。28万の心ある青森市民の皆さんに、どうかこの思いが、青森再生この思いがどうか届くよう、毎日一歩ずつ、少しずつ声を上げてまいります。この東大野の交差点にも、青森再生のオレンジの元気の色の上り一本縦に戻ってまいります。また参ります。ありがとうございました。ありがとうございました。